木金ロックです。ただいま、車検が上がったということで ZRX を、引き取りに向かっております。不具合は、なかったんで、ミラー、左のミラーがグラグラっていうかくるくる回るんで、ミラーを新品に交換したのと、あとは、フロントブレーキとリアブレーキとクラッチのフルード、これを全部新しいのに入れ替えてもらいました。それぐらいですかね。あと不具合は僕の右手首とこのズボンが短いぐらいかね、それぐらいです。さあ着きましたよ。じゃんじゃじゃーんと、バイク出してもらわないか。バイクを、あー、通ったよし。65キロ。さあ車検が上がりました。これから帰ります。なんかちょっと曇ってきたんやけどな。お金払った。ちょっと何倍ってこれ買おうかな。これちょっとやっぱセロにもちょっとレーダーつけたいから。ああ、やっぱズボンが短いな俺。よし。お、久しぶりというか一週間ぶり。静かやなマジで。なんかやっぱクラッチのタッチが違うなっていうか、部品が1個ここついてないんやけど、俺知らんかったんやけどね。部品を付け忘れとる。混んでるかな。燃料も入ってるよな確か。さっきのとこ曲がったら信号なかったんや。そういや信号全部引っかかるんちゃうん。これしまったやな。しゃあないわしゃあないわ。あー忙しいな。セロ今バラバラしたよな。今このあれつけようと思ってね、 AC アダプターを。しまったしまった。よしよし帰ろう帰ろう。お、すげえ、おばちゃんツーストか。うわ、ツーストや、くさ。今日時間ないわ、もうマジかよ。足元がもうめっちゃなんか熱風が来るわ、これこれは夏はきついかもしんない。お金がないのにお金を使っちゃったよ。あらら、あらあら、こんにちは。
雨が降りそうです。うわ、セルがバラバラになっとるやんけ。あ、バイクどこ行こうか。困ったな。どこ行こうか。お。これ隠しとこう。手首が痛だだ。よし。到着。無事到着。よし。急がねば。急がねば。